日の入りのすぐ後白明の分類日の出前白明は、日の出のすぐ前、日の入りのすぐ後の空が薄明るい時のことである。大気中のゴミによる光の散乱により発生する。英語のトワイライトも白明のことである。日の出前においては、黎明、仏行、彼だれ、夜明け、暁、篠のの目、明け物などの名がある。一方、日の入り後については、 黄昏夕暮れ、日暮れ、白母といった子がある。日の出前の、彼もの誰は、彼は誰、日没後の、黄昏は、酔いの口とも言う。さらに、この時間帯は、大間時あるいは大火事とも呼ばれており、化け物や妖怪などの魔物に出会いやすい時間だと、考えられてきた。太陽高度により、以下の三つの白明が定義されている。 理科年表では、江戸時代の明六つ、暮れ六つに相当する時間として、太陽高度がマイナス7度21分に40秒になる時刻を夜明け日暮れとしている。高井戸地方では、日が沈まずに白明にならない場合や、沈んでも天文白明や公開白明にならない場合もある。また、近年の都市部では、人工照明によって、空が明るく照らし出され、深夜になっても、 完全に暗い空にならない地域も多くなっている。これらすべてが正確に白明と同様の表現とは限らない。日の出語、日の入り前を含む語もある。章には鉄章のようによる全体を指す意味がある。ありがとうございます。